どっす。どっす。さあ、もうね、これが見たかったっていう場面が出てきました、僕の大好物の、はい、ロメロ選手のグローブ投げ見ました。俺見た瞬間、大爆笑。下柳さんも笑ってた。いや、もうね、いろんな人が頭の中に降りてきたよ。星野さんとか、平松さんとか、秋尾さんとか、もうね、いろんな人がレギュラー投げてきてる。でもね、あれほど早く投げたやつもいないよ。でもめっちゃ早かったっすね。打った瞬間にガーンって投げたから弾道超えてましたもん。めちゃ早かったの。いや、早かった。あれ、弾は知ってる？自分は知ってます。お、知らない。なんだと思う？ロメロがなぜ投げたかっていう。自分の思ってたところに行かなかったとか、そういうことですね。あー、惜しい。はい、答え。だからキャッチャーのサインに首を振ったんですよね。そう、あー、それで自分で自信のあるボール投げて打たれたって。あー、それで、あー、くらやい。投げて、打たれて1秒も経ってなかったからバーン。せめて行方は見てほしいですよ。いや、もう確信したんだ。いたっすね。でも逆にあれで転職とかだと面白いですね。いや、転職でもやっぱ理由がちゃんとしてるじゃん。まあまあそうですね。これで絶対抑えられるっていうので投げてホームラン打たれた。いやいや、俺はね、これ熱さ、やっぱり熱いっすね、あれは。あー、やっぱああいう気持ちで投げてほしいよな。こうやって投げてさ、カーンって打たれて、こう膝ついてさ、うながだれてるよりも叩き出すよりも、あれも早かったです。最速じゃないですか。多分、下のところにも150が出てる。あそこが一番急速出たんじゃないかっていう。あれ、こそらない。グラブはいいね。グラブ。グラブ、ただ大丈夫しないことだ。リタカさんはあんなに怒られたの。グラブ投げて、ちょっと投げたって、そこで渡したっていうのが、こそられてるのに。ロメロ。ロメロ、こそって。ロメロも投げましたよ、完全に。もう口に上げてましたけど。でも俺はね、見た瞬間、大爆笑。いや、あー、久しぶりに見た。気持ちいいですよね、あそこまで。人間味ありますよ、やっぱああいうピッチャーも。やっぱな、やっぱこれも真剣だよ。そうですよ、みんな真剣なんだけどさ、その熱さが伝わる真剣味だよ。確かに、確かに。いや、最高だよ。最高だよ、最高だよ。見たいっすね、もっと。でも中日連敗中だね。いやー、もう本当そうそう、借金4ぐらいですね、今。現在ね、収録中はね、収録中は4ですね。でも、俺は中日は最終的にはこう上がってくる。うん、楽しみです。やっぱロメロは熱いもん。熱いっすよ、やっぱあれでわかりますもん。あれでわかりますもん。もう1回ぐらいやってほしいっすね。後半戦ぐらいで。いや、もうね、あれね、1回やっていいんだよ。1回やったらいいんだよ。1回、あれ何回もやってたらさ、負けてるってことだよ。今年のチームプレー、好プレーあったら、もう絶対出ますね。いや、あの速さを伝えなきゃだめ。確かに。いや、投げるだけだったらダメだから。ベンチ帰ってさ、投げるやついるじゃん。います、います。あんなんさ、なんか隅でさ、なんか重箱つついてるみたいな感じでしょ。で、そんなんじゃなくて、もう堂々と球場のど真ん中のクラブ叩きつけるみたいな。いいね、めっちゃいいっすね。ストップウォッチ測りたいっすね。確かにさ、みんなはさ、例えば星野さんっていうのは宇野のおでこだったでしょ。それでグラブ叩きつけるでしょ。で、平松さんもあったんだよ。平松さんっていうのはセンターが落としたのボール、ほんでバーン投げた。ホームラン自分で歌って投げたりさ、そんなにないから。これは貴重映像だ。これそうっすね。サギもいいっすよね。だからもうサギいいっすよね。ほんで名古屋ってさ、結構広い国だから、ある程度確信しないと投げれないと思うんだけどさ、完璧だもんね。本当にホームランを確信、切腹に近いっすよね。近いね。首ポンポンって近い、近いに近い。サギね。まあね、こういう熱さをどんどんね、確かに、まあ見たいと思います。見たいです。投げないように頑張って、キャッチャーの言う通り投げてくる。そうですね、ボールは投げてください。ボールはね、まだ知らないわけだよ、ロメロなんか。来日して、そうですね、キャッチャーの方が絶対情報持ってるわけ。そうですね、言うこと聞け、首は振らないと。